ねえ、そうそう、間違えてました。すいません、曜日感覚なくて、私明日はレッスンでしたわ。そういや、まあもう明日も明後日も一瞬ですよ、どうせ。 どうせ一瞬ですよ、もう基本的に。わあ、明後日かーとか言ったら、あもう今日ですねみたいな。もうそんなもんよ、月日というものは。所詮それぐらいシュン早いです。でしょ、そう思いますよね。だってもうティフなんてやったら、ティフやったらもう次の日8の日ですからね、もう早い。 早い、一瞬。もうティフ終わったらもう8の日みたいなもんよ、もはや。はーい、8の日の朝も早い、ティフの朝も早い。早起き、もうやっと早起きから逃れられたかなとか思ったんですけど、結局また早起きですね。 本当に笑っちゃうよね。ねえ、本当にやばくない？ 早いんだけど、マジで。早起きになれな、私若いから早起きはちょっと苦手なんですよね。ちょっとプチプチなんで、やっぱりちょっと寝てしまうんですよね。そう、どうしてもね。堅揚げ全部食べた、昨日全部食べましたよ。美味しかった。若いとよくいっぱい寝れるって言うじゃないですか。おじいちゃんとかはやっぱり朝早く起きちゃうから。ブラックペッパー美味しいよね。それな、マジでめっちゃ美味しい。 そうなんですね。でも私も最近もずっと早起きしてたから、全然早起きが習慣になると早く目が覚めちゃいますね。まあ何度でもするんですけど、そう、何度でもするんですけどね、やっぱり早い時間に仕事でさ、あれしてたらさ、そうなるよね。めっちゃ嫌なんだけど、早起きめっちゃ嫌いやから。早起きするか夜まで仕事するかって言われるんだったら夜まで仕事します。だから朝を寝かせてくれって感じ。 朝から稼働めっちゃしづらい。でも朝が得意なメンバーほとんどおらんよ。みんな朝とかレッスンするじゃないですか。みんなマジでテンション低いよ。 めっちゃみんなテンション低いし、なんか「もう早く終わらそう、早く終わらそう」みたいな。 巻いていこう、巻いていこうみたいな。 みんなそんなんやで。朝はね、朝、はい、例えばね、朝からレッスンが入るとみんなめっちゃ嫌な顔する。明日何時からレッスンやっけみたいな。9時とか8時とかね。もう最悪や、最悪。みんな言う、みんな言ってる。朝早くない？マジで最悪やわってみんな言ってるで。だからね、やっぱ早いのよりみんな遅い方がね得意なんですよ。
結局ね、いろんなことやってたらね、どうせ夜遅くなるんですよ。そう、そう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 、やっぱね、どうしてもね、そうなるんですって。そう、あとなんかこの仕事してるとやっぱ帰ってくるのも遅いですからね。やっぱり帰ってくるのも遅いし、まあ、家に人のその家の距離感にもよるけど、やっぱみんな大体帰ってくるのも遅いし、レッスンやってる時間も遅かったりするから、どうしてもね、それはね仕方ないかなって思う。そう、例えばさ、次がじゃあなんかの仕事とかだとさ、まあ人によってはさ、よし復習をちゃんとしたりとか、いろいろやるじゃないですか。まああと一人暮らしだとね、家事をやらないといけないかもしれなかったりするじゃないですか。ってなるとどんどん遅くなりますよね、やっぱり。意外にも疲れて動きたくないとかもあるし、なんかもう明日も早いからお風呂に早く入らんといけんのんだけど、もう動きたくないからマジで無理みたいなのも、あの小ルームイベントでゆいが朝4時半から何回かあるのを見た。4時半からは絶対いないですよ。小ルームできるの5時からなんで4時半は幻、4時半からは小ルーム立ち上がりません。あーこれね、なんかしおれたんですよ、ちょっとあーたくんしおれちゃってる。いいやろ。そうそうそう、やばいでしょ。まあいいんですよ、別にしおれちゃってるんですけど、まあ許してください。あんまベタベタ貼るとね、もう剥がすとき壁紙まで剥がれてしまうんでね、ちょっとそれはかなわんのでこれは自分の家じゃないので。さすがにね。あ、てかこの AKB 新聞さんの2ヶ月、なんだっけ、2ヶ月あれ2ヶ月目っていつ発売なんですかね。私もめちゃくちゃ知りたいんですけどいつかわからないですぜひ2ヶ月目も7月8月担当させてもらっ、あの掲載させてもらってて、そうなんで、まあちょっと8月分がいつか知らないんですけどそう、教えてもらって教えてくれなかったのでちょっとわかんないんですよね。そう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 、ちょっと私もねわからないんですよね。そう、あ、公開されてました、もう。あ、じゃあみんなゲットしてくださいみんな買ってください、お願いします。まあ買ってくださいっていうか、まあなんだろう、オンラインだからなんつったらいいんだろうね、こういうのね、なんかチェックしてくださいかな、やっぱりチェックしていただいてお願いします。イエイ。すごい、見て、チームメイト8の日2020の個別生写真やつやって、へえ、ギンガムチェックですね。私はいるのかな、どこだどこだ、あ、おったわ。これあれですよね、なんか歌番組のラブラのレトリバーの衣装ですよね。かわいい、この衣装かわいいよね、めっちゃ。いいね押しとこう、後で書かないといけないね。
あ、エイトの日のグッズだって。エイシュ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 。あ、え、ビッグ、あ、間違えた、タオルだったわ。と、うちわだって、うちわ。え、うちわあるよ、みんな、みんな、うちわあるよ、みんな。これもいいね押しとくわ、後で拡散せんといけんけんね。いいね押さんとさ、どん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 ツイートが後ろの方に行きすぎて後での拡散忘れるんだよね。エイトの日のチームメイトグッズが公開されてますよ皆さん。なんかポッピーだね、ポッピー。これメンバーの写真全員見れないの？メンバーの写真みんな見れないっぽいよ。メンバーの写真みんな見れないんだけど、みんな見れないよねこれ。あ、ペンラもあるって。ペンラ、ペンラとさ、パンパンパンってするやつとさ、あのくるんって回るやつ、なんか光るやつやって。うちわもあるって。うちわも、うちわもあるって。大きさ何センチなんだろうね。どこ、大きさとか書いてないんだけど。どこに書いてんだろう大きさとか。書いないんかな大きさ。ないな。これ見れないじゃん。見たいんだけど、早く私のビジュアル。困っちゃうね。見れないの困っちゃうね。見れません。あ、295×480 だって。だって。みんな見れないじゃん。そんなん買えないじゃんね。ビジュアル見たいでしょ。みんな、まあ買ってね。みんなこないださ、欲しいって言っとったやんね。うちは出たよみんなグッズで。あ、もうこれは欲しいってみんな言っとったけんさ、もうみんな買う以外の選択肢はないってことですね。ゲットしてください。だって欲しいって言っとったもんな。そしたらまさかのさ、こんなさ、すぐさ、グッズで出るなんてすごない？タイミング良すぎんか。わーお、いいですね皆さん、なグッドなタイミングで、グッドなタイミングで出ましたよ。うちわがみんな欲しいって言ってたやん。前ショールームでさ、話しとったやん、なんか何のグッズがさみたいな話しとったやん。やばない？イエーイ、来たこれ、来たこれ。みんなゲットしたんね。まあ後で拡散はするんですけど、ちょっととりあえずいいね押しといたから、みんなもチェックしてみそう。あ、そうだ、みんな私髪切ってん。ほら短くなったやろ、見て、ほら、短くなったやろ。これでさ、短くなったの分からへんかったらちょっと悲しい。短くなったやろこれ、どう見てもほら5センチぐらい切った。5センチ切って髪の毛すいた。だからまあ結構短くなったかなって感じ。と短くなったやろ。元がめっちゃ長かったやん。だからね、結構切れましたね。いい感じ。
いい感じです、いい感じでしょ。いや、5センチでは涼しさは変わらんかな、ぶっちゃけぶっちゃけあんまり変わるか変わらないかって言われたら変わらない正直ね。ただまあ空いたのもあるし、5センチ短くしたから乾かすのはやっぱちょっとは楽になりました。まあでも言うて長いけどね。そうやっぱ楽にはなりました。うん、あと、まあ、何が一番かって言うと、くくった時が短いなって思った。くくった時にもっと普段だったら長いから毛をもっとこうやってやらなあかんのやけど、くくった時に毛がチュンってちょ5センチ分は短くなったなって感じ。この拳1個分よ、スルンって、あ短くなったなってっていうのは思います。けどまあ正直そんなに、まあ、5センチなんで見た目ぐらいかな、変わったのは。割と見た目は結構変わったと思うんですけど、いやわからん、どうなんやろ、どうなんやろ、そういうところ鈍いって言うからな基本的に。でも確かにね、まあ分からんっちゃ分からんかもしれんな、まあ、そうよね。バッサリ切っても気づかんときは気づかんって言うもんね、なんかそういうの、そういうの。逆にさ5センチ切ってすぐさ、え髪切ったってなったらさ、もうそれはすごいよね、どんだけ観察してんねんって感じやけど、それはそれで嬉しいよね。切ったのにね、えだってうちが前それこそ10センチは切ってないな、まあでも5センチちょっと切った時かな、唯一メイクさんに、いつも髪やってもらったメイクさんに、あギョーテンちゃん髪切ったって言われた。それ以外誰も気づかんかった、髪切っとることに。誰メンバーもスタッフさんに誰一人髪切ったギョーテンって言われへんかったメイクさんはさ、このやっぱ髪の毛してくれてるやん、いつもくくったりとかしてくれてるから長さの変化に気づくわけよ。もっとあれ普段長かったよなみたいな。そうだけど、その時に髪切ったって言われて、あそうなんですよ髪切りましたって、え1号ですよ1号って言って、誰も気づいてくれないんですって言って、やっぱりって言って言っとった。ちょっと切ったかなって思ったなって言われて、そうやっぱ髪の毛やってるだけありますね、さすが。まあ結局1人しか気づいてもらわんかったんですけど、そうやっぱね長いとね、ぶっちゃけあんまりやっぱ分からんっぽい。それか5センチ切ろうが10センチ切ろうが、多分こういうショートとかボブの子が、ボブの子がもうちょっと短くすると、あれ髪切ったもしかしてってなるかもしれんけど、ロングの子がね5センチバー切ったところでね分からんないと思う。多分ボブの子が5センチ切ったらもう空をこうちびまる子ちゃんみたいになるから、へーってなるかもしれんけど、なかなかね長くてね5センチだとねやっぱね分からんみたい。そう長くてそれが20センチ切りますってなったら、えちょっと切ったんじゃねってなるけど、やっぱ長くて10センチはねあんまり変わらんっぽいよ。悲しいね。自分の中では結構切ったと思うやん、どうしてもね。本当にそんなことあります、悲しすぎあそうだそうだ、みんなあ今さチェンソーマンのさアニメ化決定にあたってさ YouTube のさ生配信やってるっしょ今。そうなの、ごめんねちょっとかぶっちゃったショールーム。さっきツイッターで見たんだよね、20時からさチェンソーマンのさアニメ化のなんかちょっと情報解禁みたいな感じのやつさやってるんだって今 YouTube、 さっき Twitter で見た。そのツイートどこ行ったか分からんけど、そう Twitter で見た。いつか発表されるんかな、いついつからアニメ化決定みたいな、早くされてほしいな。チェンソーマン、チェンソーマンいけるかな、ち
と黒いねんな。ちょっと黒いのよ。ていうかさ、チェンソーマンのさ、このさ、テレビアニメチェンソーマンティザー PV1 年前のやつさ、再生回数見たらさ1478万回やって、やばない？ほら今やってるよ、ライブライブ。ほら今11万人が観覧中やって、やばー。チェンソーマン、チェンソーマン、チェンソーマン。でもお話全然知らん、だって見てないもん原作。ただグロいっていうのは知ってる、だからちょっといけるかなって心配。まあいけるっしょって感じ。そうだよね、ちょっと楽しみにしてるんだ。なんかちょっと不思議な世界観っぽいね。何なんだろうこれは。すごい気持ち悪い。すげえ、わあ。これさ、漫画そのまんまさテレビ放送するけどさ、規制とかかからんのかな。深夜帯やからいいんかな。結構さファンタスティックな感じじゃない？今なんかちょっとさもう一回見てみたけどさ、いいんかな別に。結構こうプシャ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 って感じやけど。すごい独特な世界観やけど、漫画そのまんまにしようと思うと多分今のテレビって規制めっちゃかかりまくりそうな気もするんやけど、いけるんかな。ちょっと楽しみやけどさ、進撃の巨人みたいに一時離脱するかもしれん。進撃の巨人は一時離脱してさ再度戻ってきたけどさ、ちょっと耐えられなくてグロさに。いけるかなって思ってるけど、でも私は何より前ショールームで怪獣8号をアニメ化しないかなって楽しみなんだよなって言ってたら、怪獣8号アニメ化決まったんですよ。めっちゃ嬉しい、もう超楽しみ。多分1年後とかやろな放送開始されるのは。だいたい発表されてさ1年以上ぐらいじゃない多分、結構今から作るってなると。やばいんだけど、来年楽しみすぎ。来年か知らんけどさ、勝手に来年とかよるけど。もうチェンソーマンじゃない、間違えた、怪獣8号さめっちゃ嬉しいんだけど、もう大好き、めっちゃおもろい。めっちゃ楽しみ、超いいですよ。しかも今の単行本超いいとこなんですよ、マジで。チェンソーマンの単行本あ、これだ、待って、あのツイッターに載ってたやつだけにしとく、一巻のやつ。ほら見て、怪獣8号超楽しみ。怪獣8号めっちゃ楽しみなんだけど、これが怪獣8号だよ、超楽しみ。めっちゃおもろいの、もうね超面白いよ。よき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 、一応読んだ。そんな7巻ぐらいまで出てるんだよね。7巻かな8巻かな。読めません、見えません、目割れ2467巻じゃない、7巻、なんかよくない？リアルに出たら怖いですよ。いやリアルだったらね、はい、リアルだったら怖いですけど、まあまあまあ別にリアルには存在していただかなくて結構なんで、やっぱこの二次元だからこそ面白いんだよな。この女の子もねすごく気が強くていいよ。キコルだっけな、名前なんだっけ。私ねいつもねキコルちゃんだっけな、キリコちゃんだっけな、キコルだった気がするんだけど、
かに書いてないかな。あ、キコルちゃんだ、キコルちゃん。このキコルちゃんもね、なかなかね性格が強くてかっこいいよ。うちずっとねキコルちゃんのことをさ、なんて読み間違えてたんやろ、ずっとで単行本読めてさ、ずっとキコルちゃんやのにキコルってカタカナなんだ。それをカタカナってアベコメに呼ぶ癖がすごいあって、キコルじゃなくてね、なんやと思っとったっけな、キコルじゃなくて、なんて言うの、なんて読み間違えしてたんやろ、ちょっと忘れたんですけど、キコルじゃなくてなんかね、何かと読み間違えしてて、そう、あ、そうそう、キリコやった気がする。マジで受ける、自分でも読み間違えしとるやないかーいって途中で気づいた。いいよね、いっぱい出てくるよ、男の子も出てくる。なんだっけ名前はね、なんちゃらさん全然覚えてないよ。あ、レノくん、レノくんめっちゃ人気出そうって感じ、マジで。でもやっぱ主人公いいよ、おじさん、主人公のおじさんいいよ。でも珍しいのかな、主人公がおじさんって。そんなことない、私が読む漫画では結構珍しい気がする。そんなことないかな。おじさんだっけこの人、何歳だっけな、でも30歳ぐらいなんだよね、このカフカさん何歳だっけ、32歳でした。32歳が主人公なんですよこれ。あ、これとか言って、あ、そう、主人公カフカさん32歳、おじさんなんだって。なんかね、この漫画の中でおじさんって言われてんの。そう、なんかおじさんがどうたらこうたらとか、おっさんはさみたいな感じで言われてんだけどさ。そう、でもなんか少年ジャンプとかさ、主人公のイメージって少年じゃない、10代のイメージめっちゃ多いけんさ、こんな年上の主人公初めてかもしれん。めっちゃ面白いよこれ、超ハマってんの。アニメ化決まったら人気出ちゃう、またいやん人気出ちゃうんだけど。困っちゃうね、少年誌で10代じゃないのってめっちゃ珍しい、主人公が。よし、はい、戻ってきました。いやマジでなんかちょっとわけわからないんですけど、本当にマジで意味がわからないんですけど、急に配信が切れたっていうか、配信が切れたんじゃなくて、もうそもそもタブレットの充電が根こそぎ落ちました。マジでなんかもうほんとダメだ、寿命だ、完全に終わった。なんかわかんないんですけど、もうあのタブレット自体の充電がポツって切れちゃって。じゃあ充電がなかったのか、いえ充電はありました、ただ充電はあったんです、だけど電源が落ちました。もう意味わからんめっちゃバグってたし、なんならパスコード入力してくださいって言われてんのにキーボードが出てこんかったし、いや入力できんできんってなってやばくない、マジでやばいんだけど、ウケる。やばくない、充電あるのに途切れたの初めてなんだけど、マジでついにもうダメだわ、ついにこの子ちゃんもダメだ。いやもうバッテリーのさ問題なのかもわかんない、だってさ充電あるのに切れたんだよ、謎じゃない、どういうことって感じ。そう、え、つかないじゃんってなって、えってなるじゃん、真っ暗なので、こうやってで元源電源の方ギューって流したらついた。あーもう訳わからん
壊れてんな、もうこの人。この人もうダメだわ、悲しいね、本当に悲しいね、マジで私の。あ、そうだ、みんなに見せて、みんなに自慢しようと思ってね、うん、持ってきた。じゃーん、見てこれ、知ってるみんな、これワンピースレッドの、これ何、外号っていうの、外号っていうの、号外だったわ、逆だった、逆読みしてたわ、やばくない？これね、ツイッターで見た人いる？あ、まあ、なんか私さ、そういうのさ、全部フォローしてるからさ、流れてくんだけどね、なんか20箇所でこのチラシが配られてんの。そう、配られてて、なんか20箇所でなんか数に限定でこれを配ってんの。これただだよ、ただで配ってて、私たまたま今日髪切りにいたりとかしてきたんだけど、たまたまね行ったところでこれをね配ってたんですよ。私知らなくてこれ配ってんので、最初ねこれ売り物だと思ってたの。こうやってさ、なんかこうやってさ、なんかどうですかどうですかみたいな感じで、なんか3人ぐらいお姉さんと、まあちょっと、もうちょっとお年のいったおばさまと、あと最後お兄さんが配んによって、で最初こう素通りしたわけ、行きしね、でなんか売り物やと思った。だからさ、うわ欲しいけどさ、売り物かと思ってさ、あーって思ったわけよ。それで帰りな、こう普通にこれをもらっとるおばさんとか持ったんで、うわー、いいなーって思った、どうしようって思って、まあこうやって帰りに行ったら、前にそのまあちょっとこうな、それアニメが好きそうな男の子集団が5人ぐらいの集団がバーってお姉さんとこ行って、これをもらいよったんで、おっしゃ、お姉さんが、ああはいはいどうぞどうぞみたいな感じで配りよったん。え、これただって思って、え、これただマジかと思って、えと思って、もう私一瞬通り過ぎてん、そのお姉さんをこう戻ってきたよね、わざわざもらいに。で、あ、すいませんくださいって言って、あ、どうぞって言って、ありがとうございますって言ってもらった。嬉しいんだけど、そう、無料じゃん、無料なんだよこれ、みんなツイッターに載ってるよ、ツイッターに。わかんない、私はそのワンピースのツイッターのフォローしてるから流れてきたのかもしれないんだけど、20箇所で数量限定で、でもねまだその3人の人が配ってたけど全然持ってたよ、まだまだまだ10枚以上持ってた、こうやって手に。そう、嬉しい、じゃーん、ワンピースで、とアドさんが歌ってるからね、歌の歌を、超嬉しいんだよこれ、マジでもらえてよかった。もうたまたまよ、行った場所にこれ配られてた。そう、やばくない、たまたま、本当にびっくり、超嬉しい、やばいでしょ。都会しかやらないでしょ、もちろん、そらそうやろ、都会以外ではやらないやろ、基本こういうことは。私だって香川で見たことないもんこれこんなんやってるの見たことない。でも意外にね、こうやってなんかどうですかどうですかみたいな感じで、こうやってお姉さんたちがこうやってこうやって持ってこうやって立ててんねんけど、みんな普通に素通りとかやってん。そう、それでさ、まあそれ売り前やったらなと思っててんけど、帰りはね結構もらってる人が多かったんですよ。帰りは結構なんかスーツ着たおじさんがこうやってパーって来て、こうやってもらってスーって行ったりとかしてて、そう、結構もらってた。もら行きはもらってる人を 見たことがなかったのけど、帰りは私もらってる人ね、その集団とあとおばさんとおじさんともらってるのを見たんですよ。そう、へーと思って、あー嬉しいな。
そうだからみんなもしかしたら都会のどっか20カ所に20カ所で配ってたらしいから、イエーイやったね。可愛い子が配ってたらもらう。え、私がもらったお姉さん可愛かったよ。めっちゃ細かったし、ショーパン履いて配ってたで。白いショーパンと赤い服やったかな、なんか着てね。あ、そう、ツイッターにも載ってたよ、そういうなんか配り子さんの写真が。そのお姉さんも赤い服と白いショーパン履いて配っててんけど、本当に若い、私と同じぐらいの年齢かぐらい、本当20代ぐらいのお姉さんが配ったよ、みんな。あとはお兄さんとおばさんが配ってた。そう、私初めて見た、ああいうのタダで配ってる人たちを、うん、見たことなかったからさ、なんか都会、都会なんやって思った。都会なんや、都会だな、そういうところってめっちゃ思いました。まあ明日にはある、明日あるかどうかは知らんけど。あ、みんな見て、 AKB 新聞さんのやつのやつ、17分前にね動画出てるよ。ということはもう出てるんや、写真も。みんなゲットしてね。年間プレミアム会員はびっくり仰天の高画質53カットをご覧いただけましたって。すごい、53カットやって、もう撮った写真ほぼ全部じゃないっていうぐらい、それは言い過ぎやけど、もう撮った写真の多分3分の2ぐらいはもう全部見えると思う。すごーい。3着だって。また別の水着3着でお送りしますだって。みんなお楽しみに。みんなお楽しみに。3着、新しい水着3着ですって。みんなお楽しみに。水着より可愛い服着てほしい。嬉しい。ゆりなも可愛いお洋服着たい、着て写真撮ってみたい。いいですよね。ない、つか、グラビアの仕事を経てよきよきやって。あ、ほんと？いや、一時期より全然やってないですけどね。去年だっけな、結構やってた。あれいつやっけな、忘れちゃった。まあね、結構ね立て続けに出させてもらったんですけど、今年はもう、今年の夏って、夏をいつまで夏っていうか分からんけどね、今年はまだ1個 AKB 新聞さんしか出てない。ちなみに今んとこやる予定はないです、入ってないです、皆さん。なんかそうやって言って控えてんちゃーって思うやん。いや、今の段階では今んとこな、仕事入ってません。9月の後半ぐらいまでか。あー、そうなんだ。それぐらい、あ、でもそれぐらいも暑いんやね。そっかそっか。あ、そういうもんなんだね。でも今日は割と涼しかったですね。なんか暑くなったり涼しくなったりっていう天気だったかも。まあ、昨日が雨降っとったけん、その次っていうのもあるんかちょっとわかんないですけど、若干ね涼しかったかなーって。顔もスタイルもいけてんのになーだって。ほんと？ありがとう。でも顔もスタイルもね、人の好みそれぞれだからね。
そう言っていただけてよかったわ、ありがとう。まああとはですね、その8の日のグッズと、あと8の日のあのチェックの生写真と、あとあの浴衣の生写真もぜひ皆さん全部ゲットしちゃってください。よろしくお願いします。もう全部ゲットしちゃってください。しかも浴衣のやつはゆうなが一番大きく写真載っとるよ。あの宣伝のやつね、宣伝の写真のやつ、え割と漏れてるから、みんなチェックのやつも、チェックのやつの浴衣のやつもゲットしてね。で8の日のグッズの T シャツとうちわのビジュアルは、私ちょっと宣伝のやつに私は選ばれてないから、写ってないから、ちょっとこうそこのビジュアルがどうなのかはちょっと知らないけど、まあみんなだったらきっとゲットしてくれるんだろうなって思ってる。だってみんなさ、うちわ欲しいなって言っとったやん。それでさ、まさかの8の日でグッズでさ、うちわがさあるんやで、やばくない？こんなタイミングいいことありますって感じじゃない？そう、まあ、ぜひ皆さんが欲しいなって思っていただけるのであればゲットしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そんな欲しくないけど、まあ無理せずにって感じだけど、まあ、欲しいなってちょっとでも思ってもらえたんだったら、もうそれはゲットしていただけたら私は喜びますよっていう。だってなあ、うちわとかさ T シャツとかなんてさ、まあお話し会とかさ、まあ、イベントとかでも来てくれてたらさ、うわ買ってくれてんやみたいな、嬉しいってなるやん。それだからさ、アピールにもなるよね、推しメンに。なんか僕は T シャツとかうちわを買いましたよっていう。そうアピールになりますんで、8のコンサート落ちてバイトのやりがい失っちゃった。だってコンサート落ちたかもしれんけどさ、ほらイベントめっちゃあるじゃん、夏でしょ。あ、わかんない、そっか、推しメンがイベントに出てるとも限らんもんね。確かに、そっか、そうだよな。まあ確かにそうだよな、確かに。もしなんか次があると信じて頑張りましょう。だってほら、そしたら例えばバイトのやりがいだと、お話し会のじゃあ枚数をちょっと多く買って、あのアイドルの推しとちょっとでも長くお話ししようっていう活力はどうでしょう。だって推しと1対1で喋れるんですよ、よくない？それを活力に頑張って、それからイベントまあ、推しがもしてるとしたら、その推しのイベントにお金を出すために頑張ろうみたいな、まあちょっとそういう活力になればいいなと思いますけどね、アイドルやってる側もやっぱり。なんかそのために頑張りますとかってたまに言ってもらえるんですよ。そうやっぱそういうのを聞くとやっぱりね、あ、なんかアイドルしててよかったなってすごい思いますね。なんかこう誰かのなんて言うんだろうね、まあ活力になってたりとか、まあ、励ましになってるっていうのをやっぱり聞くとね、まあ、アイドルやっててよかったなって思うし、あ、自分ってやっぱアイドルだなっていうのもすごく感じる。まあ逆にね、そのなんて言うんでしょうね、逆に生きがいをもらっていると言いますか、そう存在する意味をもらってると言いますか、自分がね、そうう嬉しいことですよ本当に。ね、そんな感じです。明日もレッスンだ。明日は8の日のレッスンですね。今日からね、
誰だっけ、りんちゃんとねれみちゃんかなが復活、復活らしくて嬉しい。やっと明日会えます、れみちゃんには。そう、りんちゃんはね東だからね、ちょっとね時間帯が違うからあれなんだけど、れみちゃんは同じ西なんで明日一緒にレッスンするから、そう、あの久しぶりにレミちゃんに会えますね。そう、とりあえずエイトの日まであと2日、なんとかみんなとりあえず揃いましたけど、なんとか揃いましたけど、もう嬉しいですね。去年はあれだったんで、これでなんとかみんな揃って8の日あと2日気を引き締めて頑張ります。私はその前の手振りにも出るので、そう、でもよかった、本当にギリギリ間に合って嬉しいです。はい、じゃあちょっとランキング読みたいと思います。あ、間違えた、13位ナッティさん、12位キリアさん、11位チカイシーさん、10位アメさん、9位マックスエイトさん、8位カズユキさん、7位青木正義さん、6位シンダさん、5位アキイコさん、4位横ユースさん、3位ヤングさん、48タイムズ見ためっちゃ可愛いって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。2位おかやんさん、そして今日の第1位はワッフルさんです、ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあ夏はイベントもたくさんありますし、いろいろありますので頑張っていきたいと思います。まあ一番キンキンやと TIFF なんでね、あさってスマイルガーデンと、あとキャンキャンさんの配信もありますので、ぜひぜひお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。他にもね、まあさっき言ったんで、もうちょっとそんなくどくは言いませんけどもね、グッズとかいろいろ出てますので、それもチェックしていただけたら嬉しいなと思いますし、あとねこの夏のソログラビアの48タイムズさんのグラビアの、あ、間違えた、動画もこれ上がってますので、これ後で私がリツイートしたいと思います。とりあえずいいねだけ押しとくんで、ぜひぜひチェックしてください、よろしくお願いします。明日のショールームはねいつ頃するかちょっと分かんないです。合間でやります、今でやりますが、帰ってきてやりますっていうか、ゲリラでやります、お楽しみに。じゃあ皆さん今日見ていただき本当にありがとうございました。もうタブレットさんの寿命が近いということで、もうなんか途中で壊れましたけども明日はちゃんと動きますようにそれじゃあまた、バイバーイ、またねー。